宅配便歌の散歩道、まさあきはいやか。お元気でしょうか。ナビゲーターの石川まさあきです。人のチャンスや運は待つより引き寄せる、あなたの心の広さにあるようですよ。人や物に出会う機会が多ければ多いほどチャンスや運が多く訪れ、自分の目の前の道が大きく開けていくようですよ。赤ちゃんが毎日いろんなものを見、そして音を引き寄せ、お母さんに触ることから大きく成長していくようにも思います。なのでできるだけいろんな方に興味や関心を持ち、多くの人や物に出会い、可能性を育てていきたいものですね。多くの出会いは自ら進んで行動して得られることで、その触れ合いの心、そして脳の活性化となり、人としての豊かさにつながるような気がします。広がる思い、次の折々話題。魅力的な人生はそこにいるだけでしなやか、存在感があるものですね。存在感のある人は体も心もしなやかにピンと伸びている印象があります。自分自身のメンテナンスに気を配り、充実した毎日を過ごすことができたら、とても幸せな人生かもしれませんね。さあ、それでは8月後半の折々話題です。8月23日は湖池屋ポテトチップスの日です。1962年昭和57年の8月23日に製菓会社湖池屋が日本人の味覚にマッチしたオリジナルのポテトチップスを発売した日です。海苔塩やガーリックなどの人気商品が数多くあります。子供も大人も口にするおやつ、楽しみの一つですよね。中でもポテトチップスは食べた瞬間にパリッと口の中で弾く音は心地いいものです。さあ、そんな思いの中でコーナーが変わりますよ。ここからは正明のホットアドバイス。普通に歌えるという人もリズム感に自信が持てない人は意外に多いようですよ。リズム音痴かどうか、簡単なクイズをここでしてみましょうか。どちらが三本締めでしょう。さあ、リスナーの皆さん、よく聞いてくださいよ。はじめにシャンシャンシャン、シャンシャンシャン、シャンシャンシャン、シャン。二つ目はチャッチャッチャ、チャッチャッチャ、チャッ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 チャ。さあ、どちらが三本締めでしょうね。これに答えられたらリズム感がちゃんとできるはずなんです。できればメロディーのないリズムだけの音楽になれるようにすると、さらに歌が楽しくなるように思います。いかがでしたか。まあ、歌そのものは簡単に言えばリズム感をしっかり覚えることが大事だと思います。さあ、そうこうしている間に私のコーナー終わりでございます。ここまでのお相手は石川正明でした。それでは次回までごきげんよう。